はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 A の節限定理についてお送りします。で、前回トレミ終わったので、ここでね、節限定理1本やっていきます。で、今回はポイントありません。問題集4問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。それでは早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。おし、じゃあ行きましょう。で、今回は角度を求める問題です。 XY、まあ、こっちはね、 X しかありませんけど、 XY 求めていきます。で、条件というか、まあ、1個ね、直線 LM、まあ、L、 ここ LM ありますけど、これは円の接線とするという条件があります。で、まあ、覚えてほしいことは何個かあるんですが、まあ、一番、まあ、メインとなるのはここですかね。1番で、これはですね、円の中に三角形が内接してます。まあ、中にくっついてると。で、一箇所のその部分の内接してるね、一箇所のとこに接線がこうやってできてる。まあ、接点がこれできてるんですけど、こういう状態の時、これ X と Y 速攻で終わります。角度が。計算とか何もないんです。で、どうやるかっていうと、X イコール55度です、ここ。ちょっとこうね、いつもは問題ごとで色交互に分けるんですが、ちょっと説明で使いたいので、青を使わせてください。で、Y、ここです。これは40度です。これで終了。で、Y から説明します。で、これどういうことかっていうと、まあ、さっき言ったように、円の中に三角形が内接してると。で、その一点の部分が接点になっていて、こう接線ができてる。こういう状態の時、この Y の部分、とここが一致します。こことここが。で、どういうことかっていうと、これ円周角の定理をちょっと考えてほしいんですけど、まあ、定理とか円周角を考えてほしいんですけど、この Y の円周角を作ってるスタート地点ってこことここだよね。この2箇所から出てる円周角で、この2箇所をの部分の弧って、弧でここにあるじゃないですか。で、その弧が入ってる方の角度と一致するんです。だから Y と40が一致する。で、X も同様に考えると、ここ円周角です。スタート地点は、こことここになります。つまり弧を考えると、ここですね。で、その弧の部分が入ってる角度がここなので、X と55が一致する。っていうのをよく使います。はい。これまず覚えてください、今回。まあ、計算なしだね、1番に関しては。で、2番以降は、まあ、知ってる知識もあるかもしれないんですけど、まあ、大事なことなんでね、ぜひ覚えてほしいんですが、ここ何が特徴かっていうと、円があります、中心があります、接線があります。その時、接線に向かって、ごめん、接点だ、ごめん、接点に向かって円の中心から線が引いてある。これ必ず直角になります。円に、まあ、接線があって、その接点の部分に中心から行ったとき。だから、今、ここにはないですけど、こうやって、接線があって、接点があるでしょ?そこと、中心を結んだら、ここは絶対90度になるんです。これ一個の大事な特徴ね。点が分かると、今こっちに書きましたけど、右側ももちろん90なので、ここ。ここ20度になります。そこが70だからね。90から70引いて20になると。で、円があって、これ半径です、ここ。で、もちろんこれも半径です。だから、この三角形は二等辺三角形になるので、X と20は一致します。同じ角度になるからね。なので、X イコール20度になります。で、Y に関しては、まあ、これでいいか。大きな三角形で考えちゃいましょうかね。これで考えると、ここ20度です。で、ここは90足す20なんで110度です。110と20使ってるんで130。残りの Y はと言われたら、ちょっと一色でいっか。Y イコール、180から足した。130引けばいいので、Y は50度になります。いかがな、こんな感じ。で、3番。まあ、また違う特徴が出てきます。
で、これはどういった状態かっていうと、円がある。で、外に、まあ、一点、まあ、交点でも構わないんですけど、点があって、そっから二つ接線が出てるの。二つね。で、ここ接点が二つあるんですけど、こうなってるとき、ここ。接点からここまでと、接点からここまで。これ長さ同じになります。まあ、こう書いてもいいけどね、もちろんね。これが覚えてほしい特徴。必ず同じ長さになる。接点までね。ってことは、ここの三角形、これね、二等辺三角形なんです。だから、ここの角度も、ここの角度も同じになる。で、今、32度使ってるので、残りが、148度です。180から引き算をするとね。で、その148度を2つで分ければいいから、二等辺三角形だから。だから、1個が74度。まあ、こっちもね、74度ってことが分かる。で、74度っていうのが分かったので、これ、ここに戻ります。ちょっとね、斜めになってるんで見にくいかもしれないんですけど、ここの円に三角形が内接してるでしょ。してて、まあ、ここ、接点になってますけど、この X は、ここと、ここ、をスタート地点で考えてるんで、こはこの部分です、ここ。で、そこを含んでる角度だから、ここと同じになる。これと同じね。青の状態と同じ。いいかな。まあ、もちろんこっちでもいいんですけど、全然。まあ、同じ角度だからね、どっちでもいいんですが。だから、結局、X。は74度になります。この1番でねやった知識も使うんですが、この外からね2本こうやって接線引いた時に接点までの距離が同じになるっていうのも覚えておいてください。でラストです。でラストは円に内接する四角形になってるんですけど、1個条件が弧 BC と弧 CD の長さが同じです。つまりここですね、こことここの弧の長さが同じになります。で、X 出すためには一方補助線引きます。で、どこに引くかっていうと、ここに引きます。ここで、ここに引くことで何が起こるかっていうと、これわざわざこれを書いてくれてるってことは当然使うわけだよ。それをね、使わないんだったら書く必要ないし。で、 BC と CD の弧の長さが同じなので、B と C をスタート地点としている円周角はここですね。C と D をスタート地点にしている円周角ここですよね。この長さが同じだから、ここの円周角の、この角度同じになります。これ円周角の定理でやったやつ。ってことは、ここ54度、24度使ってるんだけど、合わせると78度なんだよね。で、ここって一直線の上に乗ってるんで、全部で180度。その、180度。これ色があれだったな。ごめんね。ま、いいや。180から78を引き算すると102が残ります。で、102をこの2つで分けるから、あ、1個は51度になります。これ1個がね。51と51になる。で、ここで、何を考えるかっていうと、これに戻ります、もう一回。結局、この X っていうのは、円に内接する、この青の三角形を考える。そうすると、スタート地点、この X ね、のスタート地点は、こことここなので、こはこれですよね。で、そこを含む角度っていうのは、ここになります。ちょっとごちゃごちゃしてごめんね、ここ。で、そこの角度と X が一致するって分かってる。で、よく見ると、ここは51と24を足したものなので、結局、X は51たす24で、75度でしたと。こういった感じになります。おそらくね、多分別の解き方もあると思うんですが、今回はこれがちょっと主役なので、これをうまく使えるように、ね、解いてみましたが、まあ、答えが合ってればいいかと思います。では、今回は高校数学数 A の節限定理についてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、
次回また定理なんですが、今度方べきの定理をやっていきます。で、方べきに関しては多分動画がちょっと複数、一本ではなくてね、複数になると思いますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。